火薬事件、火薬事件、火薬事件,薬事件は、アメリカ独立戦争の最初期に、バージニア植民地総督団モアキョウ・ジョン・マーレーと、愛国者を率いるパトリック・ヘンリーの民兵隊との間の紛争である。1775年4月20日、この日は、アメリカ独立戦争の開戦を告げた、レキシントン・コンコードの戦いの1日後だったが、まだバージニアにまでその知らせは届いていなかった。 ダンモア卿は、ウィリアムズバーグの火薬庫から、イギリス海軍の艦船に火薬を移すよう命じた。ダンモアのこの動きは、土地の正常不安に火をつけ、民兵隊が植民地中に集結し始めた。パトリック・ヘンリーが、民兵の小部隊を率いて、ウィリアムズバーグに向かい、火薬を戻させて、植民地の管轄下に置こうとした。この事件は、ヘンリーに百三十ポンドが支払われ、 武力衝突なしに解決された。ダンゴアは自分の安全が脅かされていると感じ取り、イギリス海軍の艦船に逃亡したので、イギリスによるバージニア植民地の支配が終わった。1774年に、イギリスの議会による耐えがたき処方と呼ばれる一連の法律が植民地で執行されるようになったとき、イギリス領北アメリカの植民地では武装衝突の、 危険性が高まり始めた植民地側は、ボストン茶会事件の後で法律による懲罰的な処置の対象になっていたマサチューセッツ湾植民地を中心に結束し、1774年9月には第一次大陸会議を組織化した。この会議の間に火薬継承と呼ばれることになる民兵の放棄事件の知らせが届いた。9月初旬。 マサチューセッツの総督を兼ねていたイギリス軍のトマス、ゲージ将軍がチャールズタウン、現在のサマビルにあった火薬庫から火薬を除去させたことに対して暴力事件が起こったという誤った噂に反応したニューイングランド全土の民兵がその地域に集結した。この事件の結果として起こったことは大陸会議が各植民地の防衛のために民兵隊を組織化するよう呼びかけたことだった。 またイギリス側では植民地担当大臣のダートマス卿が植民地の総督たちにの軍需物資を確保するよう助言し火薬保管量を増やすための輸入を禁じた。1775年初期、バージニアの人々は民兵隊を組織し始め、それを武装させ装備させるために軍需物資、武器、銃弾及び火薬を求めて回った。植民地総督のダンモアは 自分の治める植民地での正常不安を見て民兵隊から軍需物資を奪おうと考えた。パトリック・ヘンリーが3月23日の第二次バージニア会議で私に自由を力ずんばしようという演説を行った時になってダンモアはこの場所にある火薬庫の火薬を除去した方が賢明だと考えた。イギリス軍は火薬継承の後でバージニアから部隊を引き上げていたが チェサピーク湾のバージニア川水域にはイギリス海軍の艦船が数隻残っていた。4月19日、ダンモアは密かにイギリス水兵の一個中隊をウィリアムズバーグに連れてきて総督邸宅に宿泊させた。ダンモアは続いて HMS マグダレンの指揮官であるヘンリー・コリンズ艦長にウィリアムズバーグの火薬庫から火薬を除去するよう命じた。4月20日夜、 イギリス海兵隊がウィリアムズバーグ火薬庫に行って15たる半の火薬を総督の荷車に積みジェームズ川に浮かぶ HMS マグダレンに積み込むべくクォーターパス道路の東端まで生んだこの動きが行われている間に町の民に見つかり民衆は警鐘を鳴らした地元の民兵が現場に集まり馬を使う者たちが植民地中にその事件を触れ回った ダンモアは予防処置としてその重木たちにマスケット銃で武装させており、群れ集まった群衆が総督官邸を襲うのを妨げたのは、バージニア植民地議会の議長であるペイトン・ランドルフをはじめ相的指導者たちの冷静化を求める呼びかけだった。市政委員会が火薬は植民地の財産であり、イギリス国王のものではないと主張して火薬の返還を要求した。ダンモアは 噂のある奴隷放棄の時に火薬が捕獲されることを防ぐために移動させたのであり、後で戻すことになると述べて要求を拒んだ。このことで集結した群衆を納得させたように思われ、群衆は平和的に解散した。しかし、ウィリアムズバーグでの動揺は続いており、それが田園部にまで広がった。再び集まった群衆が愛国的指導者の説得で散会した後、 ダンモアは怒りを覚え、4月22日にはもし攻撃されたならば、奴隷に対して解放を宣言し、ウィリアムズバーグ氏を怪人に変えさせると警告した。また、ウィリアムズバーグ氏の議員には、ダンモアがかつてバージニアの民のために戦ったが、神にかけて彼らと戦うこともできることを見せてやるとも告げた。 4月29日までに田園部で動員された民兵隊は、レキシントンとコンコードで戦闘が行われたことを知った。フレデリックスバーグには700人近い者が結集し、首都ウィリアムズバーグに向けて行軍する前に事態を評価するための死者を派遣することにした。ベートン・ランドルフは暴力に反対することを伝え、バージニア民兵隊の指揮官を長く務めた、ジョージ・ワシントンも同意した。 彼らの助言に反応して、フレデリックスバーグの民兵隊は勤差による氷結によって、行軍を止めた。しかし、植民地の他の地域の民兵隊は、ウィリアムズバーグに向けて行軍した。パトリック・ヘンリーが指揮するハノーバー軍の民兵隊は5月2日の氷結で、ウィリアムズバーグへの行軍を決めた。ヘンリーは、バージニアの王室税務局修税官補であるリチャード、公ンの家に、 小さな中隊を派遣し、国庫から火薬の代金を払わさせるように仕向けた。約150名になったハノーバー軍民兵隊の残りはウィリアムズバーグへ行軍し、5月3日には市から約15マイル、24キロメートルの地点に到着した。この日、ダンモアの家族はウィリアムズバーグを脱出して、ヨーク川沿いにあるダンモアの狩猟用小屋であるポートベロニムイ。 そこからヨーク川に停泊していた HMS4E に移った。公便は自宅におらず、ダンモアと会見するために、ウィリアムズバーグにいた。ヘンリーは公便の義理の息子で、植民地会議の愛国者議員である、カーター・ブラックストンから市内に入らないよう助言され、その間に、ブラックストンが馬で町に入って、代金支払いの交渉を行った。翌5月4日、ヘンリーは、 火薬の代金として裕福なプランテーション所有者が署名した330ポンドの為替手形を受け取っ彼は王室勘定からの支払いの申し出を拒否した。ヘンリーはその後フィラデルフィアで開催される第二次大陸会議のバージニア代表として出席するためにバージニアを離れ、その金を大陸会議に出ているバージニア大議員団に渡すことを約束した。5月6日、 ダンモアはヘンリーが330ポンドを強括で奪ったとして告訴することを発表し、市民にはいかなる方法でもヘンリーを支援することを禁じた。ヘンリーはいくつかの軍から保護の申し出を受け、フィラデルフィアに向かうことができるよう、メリーランド植民地との国境まで数個、民兵中隊に護衛されていった。この事件でヘンリーの評判が上がり、ダンモアの人気は低下した。 ダンモアの家族は5月12日に誠実の印としてウィリアムズバーグに短期間戻ったがダンモアと植民地議会との関係は悪化を続けた。6月8日、ダンモアとその家族は真夜中に総督官邸から逃げ出し HMS4E の艦上を住まいにした。この時植民地議会はイギリスのノース協内閣による植民地を分割しようという提案である。 和解決議案を審議していた。ダンモアの逃亡の後では議会もこの提案を拒否した。ダンモアは活発に植民地の支配を取り戻そうとする試みを続けたが12月のグレートブリッジの戦いでイギリス軍が大敗した後は襲撃作戦も低調になり1776年8月には完全に植民地を放棄した。 バージニアの政府はまず1775年7月の第三バージニア会議で選出された安全委員会が後を継いだ。1776年7月にパトリック・ヘンリーが独立国バージニア国の初代知事になった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。